シャーマンさんがちゃちゃっと復活してきた。これで無敵だ。危ねえ危ねえ、燃やせ燃やせ燃やせ。どうもココナスです。今回ですね、このぐるぐる巻きゾロのメダル登場したんですけど、これもしかしたらあのキャラと組み合わせたら強いんじゃないかなということでやっていきたいと思います。それがこちら、坂月さんですね。坂月のこの流星火山をたくさん分回していけば、こいつ今の環境でもやっていけるんじゃないかなということでね、今回試していきたいと思います。相方に2年後ゾロのメダルを入れることによって、さらにね、安定してスキル2を短縮していこうかなという編成になっております。ルフィの枠はさすがに火力上げたかったので、採用しております。ということで、今回スキル2安定短縮坂月さん今の環境でもやっていけるのかやっていきましょう。どうぞ。まずさ、流星火山の安定短縮坂月やっていきましょう。お願いします。まあ、カイドウに対してだったら、まあ、攻撃されない限りね、いけるんではないかということで頑張っていきましょう。やぶんないいけど、これ待って、かあれ掴んだり取ろうと見て、オッケー、助けます。はい、これでまず攻撃力まず上げてからの真ん中安定で取ってからの、でここは一旦インしてからの、無敵でここね、相手に一旦取らせないようにしとく。でカイドウこれ殴っていきたいな。カイドウ殴っていきたい。でこれはあれされるんで、はい、ゼファー先生来たらちょっともう無理ね。ゼファー先生来たらきついけど、ジャスカヒもらう。で、ここでしっかりとぶち込んで、ぶち込んで、ぶち込んで、ダウンさせといてから、これワンチャン取れないかな。いや、でもゼファー先生いるのきつい。待って、これ犬神グレンヌじゃなくて、犬神グレンヌじゃなくて、なんだっけ、犬神グレンヌか。犬神グレンヌで一旦ボコボコにできたのは良きと。んで、自チームにないと、ちょっとスキルに短縮できないので、一旦ここちょっと落ち着くか。オッケーオッケー、あそこ取れたのでかいね。いや、あそこね、坂月さんが粘ってたおかげでっていうのをね、過言ではない。坂月が粘ってたからといっても過言ではない。そして裏取り対応いきます。ここ一応いながら、もう一人やられたか。カイドウ、待ってよ、これ難しいな。カイドウ二人いるけど、一人で7万さんがちゃちゃっと復活してきた。これで無敵だ。危ねえ危ねえ、燃やせ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 。あんなルナリアとか関係ねえから全員燃やせ。危ない。最近さ、この解除するやつ多すぎないか、マジで。これちょっとダンスせよ、ダンスせよ。オッケー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 。で、あそこのカイドウもこれ頑張って、ヘブリボンボン。はいはい。自チーム、これでマグマグぶち込んでたりとかしちゃったりしちゃって、しちゃって、いいよ、意外といいんじゃない。待って、坂月意外といいかもしれない。で、これカイドウとかやられてた。はいはい、ナイスマグマグ。ナイスマグ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 が効いてたね。あそこ回避見てるんで、犬神グレンヌでしっかりと芝居できます。で、あそこはマンモス、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 マンモスフリーマーケットいるけど、まあ、一旦ここで安定で、味方さん結構ガツガツやられてっちゃうんで、ガツガツ、ガツ、ガツガツってね、遠い子か言うておりますが、しかし、ここ一旦ぶち込んでからの、今日めっちゃ早口や。今日めっちゃ早口。ごめんごめん。今日めっちゃ早、うわー、これ解除されるの本当にきついよな。いや、何がカイドウってか、何がトリコやねんって、何がガツガツやねんって、うまいもんたちが読んでるぜ。食えば食うほど溢れるパ。久しぶりに坂月だからちょっとテンション上がっちゃってんな。危ない。あれ、うたうたちゃんで、ちょ、離れろ、離れろ、離れろ。離れろ離れろ。教育に悪い、教育に悪い。離れろ離れろ。一応裏取りケアだけ。あ、回避見てる。さあ、燃やし燃やし燃やし。裏取りはこれ誰だ、ウタさん言ってくれた方が強い。ここいった、やべ、流れ止ま。マムさんいるから一旦大丈夫だけどね、ここは。でもブースト中にちょっとこれ流星火山で状態異常は払拭しといてからの、あそこ燃やすか。あそこちゃっちゃと燃やそう。ちゃっちゃと燃やして、ちゃっちゃと燃やして、ちゃっちゃと燃やして。うわー、ゾロうざ。はい、ただだいぶ相手を制圧することができたからめっちゃいいわ。やっぱセキュリティは安定短縮ですると強いね、普通に坂月。ということで結局ね、まあ、これでいいねをもらえたとて、なごみちゃんの成績になるっていうね。まあなんかすごい、なんとも悲しい感じにはなるけど、無事ね、勝つことできました。対戦、あれ、身長差すごいね。あーす、さ、今回味方さんがさ、1から3番さん全員ゾロキングっていうさ、ペアだったのにかかわらずさ、僕だけ坂月というめちゃくちゃ気まずい雰囲気になっちゃったんだけど、なんか肉食系しかいない合コンで一人だけ草食系だったぐらい気まずいんですけれども、言っておりますが、よろしくお願いします。いや、そんなのはもろとも関係ナスティングで頑張っていきたいと思います。いや、青ゾロきつい。ほんと、わー、待って、青ゾロにしちゃうと本当にきついんだけど、一旦燃やしとこう。一旦ここで火力燃やして、で、これマジできつい。ちょっと青ゾロが本当にきつい。じゃあ、青ゾロはもう無理だよな、本当に。これ、ダウンさせてちょっと時間稼ぐしかないか。儲かも入らないしね。で、これ一旦ちょっとダウンさせといて、危ない。オッケー。で、耐えろ、耐えろ、耐えろ。頑張って耐えろ。青ゾロきついぞ。待って、じゃあ、スカイヒ間に合い。オッケー、間に合ってくる。でも、ぶん殴れ、ぶん殴れ、ぶん殴れ。立ちバグでしょ、これは。一旦ちょっと距離感保たせてもろて、で、あそこのキングさん取れる。オッケー、オッケー、オッケー。で、火力自体は結構上がってたからいいね。ここから自チームにてスキル2を短縮していきたいと思います。いや、青ゾロきついよな。で、ここ回避ないんでぶん殴るか。オッケー、ぶん殴っといて。で、ここゾロさんにお願いしよう。スイッチして、俺は逃げる感じでいくぞ、もう。俺は逃げて、で、ブースト中、あ、それ使ったのであれば。で、このままゾロさん、オッケー。さすがにそれは、オッケー、バイバイ。舐められたもんですね。そんな果敢に行ってしまったら逆にやられちゃうよと。ゾロだろうがなんだろうが、あまり調子を乗らない方がいいんじゃないかな。いけ、流星火山ボーン
オッケー。ゾロめっちゃ勝った。ゾロめちゃめちゃ倒した。ゾロめちゃめちゃ倒したぞ。回避遅延からのボンと。確実に、いや、危ない。さすがに無理でした。まあ、あそこのキングには結構いいダメージ与えれたんでいいとしていて、で、あそこはもうゾロさんにお願いする。で、ここのキングは多分飛んでくる。まあ、で、オッケー。もうかでシンプルに倒していく。いや、待って、めちゃくちゃ KO したぞ。めちゃくちゃ KO した。待って、ワカレイリーならまだワンチャンよ。ワカレイリーさん一旦一発入れて回避遅延。危ない。回避遅延入れたいがしかし、これちょっとぶん殴っといて、当たりませんでした。すいませんでした。ゾロ来たね。まあ、ゾロは赤属性じゃなくて青属性にしなければ一旦大丈夫だから、オッケー、これで無敵で合わせる。オッケー、で、しっかりとどいて、これ距離感置いて、で、そこはもう、なんか分かれりさん来たんだけど。いや、でも、この8番さんもう荒れない。この8番さんもう荒れないから、シンプルに、もうあれでちょっと時間稼ごう。で、相手のブーストを枯らせるために段差していきたい。無理でした。高橋かーし、こっからブースト。いや、これカイド来られたらめんどいの。一旦弓の虹色して、カイド来られたらめんどくさいけど、空いた瞬間旗握ろう。空いた瞬間、こっち寄せといて、こっち寄せといて、あ、それも全然いいんだけど、こっち寄って空いた瞬間握ろう。オッケー、空いた瞬間握っちゃって、で、頑張れ、なごみ、頑張れ、なごみ。いや、いけるよ。これいけるな。だって、これ8番さん、どっか行くでしょ。オッケー、空いた瞬間握って、うわ、もうゾロうざい。しかも裏カイド、こっち無敵入れといてからの、まあ、あそこワンチャン初期やったら取れないかな。これぶち込んでからの、オッケー、旗空いた瞬間、旗空いた瞬間無理。旗開けてくれ頼む。俺はもうこの旗をね、旗を抜くのに精一杯だ。いけるいけるぞ。対戦ありがとうございました。まず今回はスキルに安定短縮杯をやっていきたいと思うんですけれども、杯が被ることある、杯が被ることのある、珍しいね。めちゃくちゃ珍しい展開来てるんだけど、ちなみに歌に対して子供だよと笑わないでね。どうした元帥。ちなみになんだけど、歌にどうした元帥。いやいや、お前話いけねえよ。次の話いけねえよ、お前。瞬殺すぎて、あの、ユダに対しては結構強く出れます、ということで、キングのやつさ、あれ、ジャスト回避になっても、ジャスト回避にならないっていう、本当にね、ちょっと、いやさ、ただのどうこうというわけじゃなくてね、シンプルにね、あの、解除してほしいな、ってか、まあ、ジャスト回避はジャスト回避であってほしいなって思うんですけれども、ここちょっとユダね、縛いていきたいなと思います。関係ない。ユダきついよね。杯きついよね。わかるよ、その気持ち。で、ここ助けます。はいはい、行かせねえ。よくもさっきはボコスコやってくれたね。ユダに対してはこれで強く出れるから。ユダ、あ、これ終わったら終わりよ。あの、杯のマグマグがなくなってしまったら、終わりではありますが、ここ一旦ぶち込んどいてからの、オッケー。で、一発一発で、しっかりと、しばいて、失敗で、危ない、ゾロ危ない。で、モネはいける、モネ燃やせ、モネ燃やせ。ゾロは離れろ。一旦これで燃やしといて、オッケーオッケーオッケー、まずモネ燃やす。で、ゾロは離れろ。ゾロはマジで離れろ。危ない。自チームにいたらね、スキル2が安定短縮されるようにはなってるんだけど、自チームがいかんせないな。ここで、取り返していくか、ちょっと握っていくか、ちょっとずつ。さあ、別れりさんも、これでパパパパッと、オッケー、じゃあお願いします。で、こっち助けに行きます。おっと、ダッチ、別れりスワン、別れりスワンにお願いしちゃって、で、あそこのゾロタゲ取りの、これ犬神グレーね。で、ジャス回避取って。わ、遅いわ、回避こいつ。はい、シンプルナゴミ行きます。まあ、ボコボコにやられたんでね。まあ、ナゴミね、相手、超過分ゲージ貯めるやついないから、多分これ刺さるわ、ナゴミ。今回めちゃくちゃ赤に振ってるんだけれども、まあ、正直ナゴミはパーセントあろうがあらまいが関係、ナッシングトゥーマッチと。ここら辺はなんか突破してからの後ろの人た方々にこれを夢の、あれ決め込んで、で後ろパパッと取って、でここからさすがにあキングさんに邪魔されそうだけど、ジャズ回避もらってオッケー。さあみんなダウンしちゃいなさいからの夢の虹色。はい、私には攻撃できません。おい、逆づけるこっちの方が強いんじゃないか。さてはおいさ、頑張れ元帥、頑張れ元帥。関係ない関係ない、無敵だから関係ない。無敵だから関係なくて、でここはちょっとお願いしちゃって、でそこあのカイド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 、そこのゲジ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 、危ない。さあここぶち込み、オッケー。でこれもらって、いやカイドを高いように言ってほしかったな。いやこれに夢の虹色、オッケー、決まった。夢の虹色が決まってしまえば正直も関係ない。んでここね、一旦ってジャスカーとりあえずもらっちゃったりしちゃって、でこれ追い出しちゃって、オッケー。で自チームインしといてからの、はいこれ一発で、もうあとはここにいればナゴミの緑がただただ強すぎたな。杯より全然強いわ。さあ頑張っていきましょう。今回ちょっとマムさんいるの怖いところでありますが、オッケーオッケー、一旦ここちょっととりあえずちょっとぐらいだけ貯めておきますかと。でゾロがね結構怖いんだよね。やっぱ青属性になってしまったゾロが結構この今のチーム厳しくて、まあおでんさんが唯一ね、あの対抗できるかなと思うんだけど、青ゾロを青にした途端結構みんなボコボコにやられちゃいそうな編成ではありますが、いや待って、でもこっちのゾロいったわ。オッケーオッケーオッケー。でシャンクスのグリフォンはマジでワンパンされるから気をつけておいて。危ない、怖
はいえ、あれ燃やしに行こう。一旦燃やしに行って火力上げます。はい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 。で、旗取られないようにだけしといて、相手ママさんいるんでね、旗取られたくないね、できれば。で、シャンクスさんは、あ、オッケー、これ殴って殴って、オッケーで、しっかりと縛ってからの、流星火山の無敵でどうもありがとう。さらにはここで吹っ飛ばせ。いいね。で、自治部にいることによって、スキル2が短縮されやすいと。待って、これそのままもう裁きが倒せないかな。そのままちょっと裁き倒しに行きたいね。ダウンさせといて、オッケー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 。で、もうかで、あ、待ってよ、これちょっと、ジャスカヒもらっといて、で、ここ、キングさんは、これね、解除されるんだよね、キングを攻撃すると。そこがちょっと、なんか感電引いたりとかしちゃってるし、なんか、うわ、ゾロはマジで無理。ナゴミ行きまーす。やっぱね、キング攻撃しちゃうと、あれ、簡単に解除されるっていうのと、青属性になったゾロが、まあ無理。いや、まあ無理よね、本当に。いや、ここら辺は夢のネズウェルをしといてからの、これはキングは取り終わり、いや、待って、あっちだな。あっちでゾロを何もできなくさせといた方がいいな。で、ここでぶち込んどいて、で、ゾロ何もできない。はいはい。で、逃げまーす。で、シャンクスさんとかのあれだけ気をつけといて、一発撃っといてからね、逃げて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 、終わる！火力高い！終わる！終わる！待って、ナゴミ大丈夫だ。おつけ、無敵無敵無敵。アングル死んでる、アングル死んでる、アングル死んでる、アングル死んでるけど、一旦こっちで。オッケーオッケー。あ、これ肉？肉？肉？肉でかいな。ちょっと待って、肉でかい。肉食べてからの削れるとこまで削っていくか。ゾロスさん、うわ、無敵危ない。逃げろ、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 逃げろ。逃げろ、逃げろ。オッケー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 。で、これさえスキル1さえ溜まってしまえば、これ一旦、帰る地？はい、さようなら、バイバーイ。ふー、ちょこちゃん。これもらっといて、で、旗握りたい。けど、これ超過あるんで、こっち行っても意味ない。一旦このゾロさんの、ゲージがもう無駄になったってだけでだいぶでかいから、一旦これでやっといて。オッケー。で、ジャスカイヒもらっといて。で、これで、引っ張って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 。はい、引っ張って、で、逃げて、逃げて、で、こっち誰？うわ、引かれた、くそ。いやー、二人引きつけてての結構頑張ったけどな。いや、こっち無理か。さすがに前線上げれなかったか。マジか。まあ、ここら辺は、キングさんは、言うて今攻撃力上がってないんで、とりあえずは大丈夫と。で、ここら辺は守りつつも、シャンクスさんのグリフォンがあるんで、ここで合わせて、はい、OK。で、ジャス回避もらう。で、ここはキングはもう回避ないんで、しっかりと燃やして、KO をもぎ取っていくと。で、ここから、ゾロさん等のあれが行きたいんだけれども、さすがに無理よね。さすがに無理でしたと。で、これワンパンされちゃう。危ね。攻めていきろ、攻めていきろ、攻めて 1KO でも、攻めて 1KO でも無理でした。対戦ありがとうございました。きつっ。